皆さんこんにちは、ダダです。呪術廻戦、戦火騒乱やりましょうか。さあ、戦火騒乱、俺は今最も推しているゲームの一つです。めちゃくちゃおもろいです。マジでおもろいんですけど、流行るんすかね、呪術廻戦のゲーム。俺的には頑張ってほしいんですけどね。さあ、今日はね、このゲームのオンライン対戦やっていきたいなと思います。さあ、今回使うキャラクターはこちらです。ジョーゴーということで、ジョーゴ使いたいと思いまーす。遠距離、中遠距離シューターです。まあ、遠距離キャラですね、本当に。めちゃくちゃ強いと思うんですよね、個人的には。ね。まあ、何が強いのかっていうと、すげえ、炎、R1、呪力技1のね、呪力炎射。これがめちゃ強いんですよね。うん。で、呪力レベル3になったら、このね、極の番、インってやつがあってね、これがマジ強い。うん、インなのかね、読み方わかんないけど。僕の番、これがマジで強いんですよ。なんで、ちょっとこれをね、うまく使って倒していきたいんですけど、まあ、どんな能力かっていうと、まずね、ポテンシャル、呪霊としての強靭。体力が少なくなると、呪力回復速度の上昇。これも強いんですよね。結構、なんか、ジョーゴって体力低いんですよ、めちゃくちゃ。体力低くて、なんかすぐダメージ食らっちゃうんで、なんかこれでこの効果発動すると、意外と強かったりするわけで。で、攻撃技、四角。これもね、遠距離技なんですよね。炎を飛ばす。で、下四角の、ガード不動の遠距離技。で、三角で、下に火山、ゲンゲン。で、下三角、サカトラップ、設置。あんま使わないんだけどね、三角系は俺はね。で、丸が、ドドドドって連射した技。そして下丸が、火炎放射。で、後ろに逃げる技みたいな感じかな。はい。それちょっと使ってみようか。まあね、ほんと、四角ボタンなんですけど、こうやって、全部遠距離型なんですよね。で、動きながら、まあ、撃てるって感じで、当たって連打してると、こんな風に、呪力炎射、ってだけ。で、のが派生で出るっていう感じかな。で、下三角。下四角だ。これが、強盗、強連撃チャンスのやつ。これもね、やっぱり、遠距離なんで結構使いやすいっていう感じかな。相手ガードしてる。基本的にこうやって打ってると、相手結構ガード固めるんで、そこをね、たまに隙を見てやっていくって感じかな。で、そして三角。相手の足元に向けて、火山を設置させるって感じの技ですね。これはああいう風に相手が浮きます。ね。まあ、ダメージはないんですけどね。で、こっちがトラップ設置。ここ踏むと敵がね、火山ドーンって出る感じかな。まあ、これまあ、置いとくと意外とうざいんですけど、まあ、個人的には使ってないです。そして丸。これね、丸がね、こんな風にドーンってこんな風に出して、おらーって人を出すんですよ。まあ、この技結構いいところが1個だけあって、結構遠距離届くんですよ。今も見た？だいぶ遠距離届いたんですよね。まあ、この距離はさすがに届かない。いや、届くんか。すごい届く。基本的にこの技もね、四角、下四角、そして三角で、ね、この距離感ぐらいしか届かないんですけど、今の丸は届く。ね、呪力技1のね、この炎も届かないんですけど、丸は届くっていうことで、丸はね、遠距離から届くって感じ。そして下丸、ドーン、相手のね、距離を取る。まあ、結構やっぱ逃げなきゃいけないんですよ。イタドリとか、いろんな近接ファイターから、もうガンを割れするんで、もうひたすら逃げます。逃げます。逃げるためにスカウトだったな。で、さっきも出たけどね、呪力技1。これがね、だいぶ強い。ドーン。焼きまーす。火力1個出るんですよね。そして呪力技2。ね、呪力技2がこんな感じ。ドッカーンで爆破させる技。威力高いですね。今、呪力レベル2なんですけど、まあ、そこそこ出るわけで。で、これが呪力レベル3になると、もっと強くなるんですよね、ほんと。呪力レベル3になりましたね。呪力レベル3になったら、この、僕の番。僕の番、インドーンゾコワーやばい火力。火力やばい、爆発するっていうことで。それが強いって感じかな。で、さっき、紹介しなかったんだけど、外眼鉄地さんだね。わかんない読み方。これが領域展開。使うと、自身の呪力技を強化して、そして一定時間、領域内の敵に継続的にダメージを与えて移動性能を下げるっていう感じかな。まあ、領域展開はね、こうやって使うと、発生まで結構時間かかるんですよね、やっぱ。なんでちょっと使いづらい。外観チェッチ戦。ドーン。かっこいいよね、これ。キラリと光る目。で、相手は、ね、まあ、ダメージほんと食らってんのかなってぐらい食らってるっていうか、わかんないんだよね。で、威力がちょっとね、技の威力が上がりますよ。ドーン。かなり炎がすごいいい感じに当たる。そして、呪力技に極の番イン。ちなみにこれ貯めることもできます。どっちか狙う方を決めることもできます。貯めたまま。で、打ちます。ドーン。
うわー減るって感じかな。まあそういうとこかな。であと1個ちょっと小ネタなんですけど、この16技1はちょっとね、ぐい今動いたの分かる、なぎ払えます。ちょっとだけね、ちょっとこれも覚えておくといいかも、当ててーってね、使い方外して避けられたらちょっと横にずらしたり使い方もできるので、ちょっと覚えておきましょう。まあこんなとこで、ではね、ちょっと今からランクマッチ行ってみましょうか。よし、じゃあやりましょうか。おー超ジョーゴいるやっぱジョーゴなんだよね今の時代。やっぱり分かってるね、向こう釘崎ジョーゴっていう遠距離図、こっちはね、あのゴリゴリスーパーアーマーのスクナですね、呪霊コンビ。おい、この中に一人人間おるぞ。誰だよ人間。暴殺だ人間やるか。来ないならこのまま行くわよ。よし、なんかピコハン持ってた方がいい。そう、もちろん帰れんだ。私に歯向かうか。オッケー、さあ行きましょうかね。おい、やらせ。まあ、これ炎撃ってる、遠距離炎当たってる炎。さあ釘崎無視しときましょう。まだまだいい。おい、とりあえず炎を出しといて、まず雑に。えい、当たってる。さあ16レベルアップ、よし、ナイス。まあここ炎やっとこうかな、焼けない。以上スタートしておいて、やめてあげてよその炎。ちまずいっすね。よし、一旦また炎やっとこう。よし、おい、まあ、しっかりとやっていきたいけど、はい、さすがに炎。スクナが今ちょっとだいぶあれだな。あたた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 、これか、避けましょう。炎当たってる。さあ16レベル、そうそう上がりそうですね。まるでやっぱ16レベルちょっと溜めていってっていう感じなのが一番いいのかなって思うけど、さあどうなんでしょうね。さあ向こういい感じね。お手に鍋だ。いやいやいや、お互い炎が当たり合う。はい、どぼぼ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 ぼ。さあ向こうの勝負どうですかね。いい感じに勝ってるね。えちょっとスクナと一緒に合流していきましょうか。またよし、はい、痛い、ナイス。あらー、やったお前、何俺を焼いてくれてんだ。させません。よしよし、さあ釘崎やり、おい、ナイス。僕の番、イン。よーし、バカでかいんだ。やっぱ極の番よな、ほんとこのゲームねえ。よし、させませんよ。カバーのカバーはしっかり俺取りますねえ。さあ味方を守っていきましょう。わお、おいたた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 たはいいか。危ねえ。まあ、やめときましょう、そういうことは。そういうことやめましょうよ。痛い、ね、釘刺さっちゃった。ナイス。よし、じゃあどうしましょうかね。よし、あたたたたたたた、丸が当たった。痛いっす、助けてください。さあ速攻さ、後付き借りたいけど、あ、ダメだ。よいしょ、少々飛ばしすぎ。ほい、さあファイヤー、オッケー、スクナありがとう、ナイス。よいしょー、あー焼けない、やめて。ちょっと待って、何してんだおい。よいしょ、やったた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 た、
16レベル上がってスクダンちょっと合流しようちょっとだけ。うい。ほらー焼けよー。ナイスー。うい。どうそっち。はい。ファイヤーよしいい感じ。助けてください。あとどっちもローですね体力は。よし焼けんかナイス。よしドイース。ナイス勝利。地味でしょ戦い情報地味なんすよ戦いは。もう他のキャラの後付きをひたすら狩るだけっていう。地味地味すぎておもろいっていう。徹底するキャラクターです。さあ3級の星1になったね。ランクアップでーす。はい、じゃあ今度はまたジョーゴ使いましょうか。赤色にしてみました。で、おこつくも赤色です。これカップルですどういうことや。来た、ペアルック来た。ペアルックよろしく。おっこつくん頑張るぞ。さあ相手はマキさんと牛黒くんかな相手。どうなんだろう。やばいかもしれないこれ。おっと危ない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 。バイヤー、ちょっと向こう行こう。マキさん対マン性能強いから一緒にいたくない。よいしょい。ごめんねダブルでやった。よいしょ。オッケー。よそ見すんな。おっと一旦逃げます。ほい、ファイヤー。どっちどう。大丈夫。お手調べ。もちもちといったところか。オッケー。すごいです。ちょっと。ごめんね、いやダブルでいきます。オッケー。お手調べ。よいしょ。はい。ウィーダブルディアキーノ。これ極の番いっときましょうか。ウィーウィーダブル焼きおっこつくんがヘイト取ってくれてる。おっこつくんがヘイト取ってくれてるから、ね、おーっとよいしょ。あいだった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 共闘チャレンジはね。でもさすがに届かない。あぶねー。ごめん、ちょっと待って。えいおー、オッケー。ちょっと隙が取るよ、俺が。ありがとう。ミス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 、どこやったのに下行き。すいません、すいません、今の僕が悪いです。やめてください、今の。ありがとうございます。おこつく、ナイスフォローがすぎる。俺も、あーやべ。フォローを入れようとしたら殴られてます。すいません。おこつく、ごめん。痛い。犬邪魔。犬邪魔だ。痛い。犬め。まずいぞこれは。よし、この位置で戦うの良くない。ボエー。よし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 、逃げるしかないこれで。うわー、オッケー、が勝ったなんか知らんけど。よし、あ、マキさんやって伏黒くんもやってるからじゃないよの。で、最後ダブルキルだったね。ウェイ、ナイスー。ジョーゴやっぱ火力高いよな、だいぶね。よし、さあやろうか。じゃあ今度は虎杖くんチームとまたあれか最強パか。ねおい、最強ごと応殺してやるくん来たで。いきましょう。これ勝ったら上出来でしょ。行きましょう。格上だもんね、かなり。結構やってる人たちだって。よいしょ、よいしょ、焼きます。ダブルでいきな。
よし、ほい、焼きまーす。とりあえず、ほい、よし、ほい、ガード、あーガード、ありがとう、ありがとう、ありがとう、マジ最高それ。よいしょ、焼きます。うい、焼きます。とりあえずよし、お手しらぶ、はいじゃ、お手しらぶ、はい、いや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 、相当痛い。ありがとうございます。ナイス、相当痛いっす。すいません、すいません、相当痛いっす。それ俺とパワー、俺、あ、ここ上乗れるんだ、初めて知った。おっと、さあ、風が怖っ。よいしょ、でーそばなんといてくれ。よいしょ、当てに行く。おーいえー、だいぶ焼けた、おいしい。よいしょ、消えるかもしれない。ああ、あー、痛いでー。邪魔しとこ、ずっと。よいしょ、すまんねー、五条先生。よいしょ、五条先生が焼きます。よいしょ、危ないっす。危ない、危ない。ナイス、よし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。うい、危ない、ありがとう、飛ばしてくれて。よいしょ、焼きます。すまんな、すまん、後付きわかる。よいしょ、いや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 、何も見えん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 、そんな無理やって、そんな無理やって、何もせんで、全然焼きます、みんな焼きます、後藤先生も焼きます。じゃあお手しらぶ、バレバレ、チョリ、バレバレ、ほい、まとめて、あーらー、ごめんね。よいしょ、どらーって回避されたんか、今あっついが痛い。よし、お手しらべ、逃げられないよ、僕に来てくれ。それはずるじゃない、青からの、避けて、俺、よし、来ないでください。いやいやいや、2連続ヒットしました、ずるです、それは。よし、いたもん、ずっと四角連打でもいいか、五条先生、ありがとう、五条先生。いや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 、貴様なんぞに、来ないでくれ。よいしょ、近距離で終わらせてやられないでね。まずは攻めいらねば、いやだだだだだだ、当たるか、それ死んでもだ、うわっ、まずいね。でも向こうはあと1落ちで終わりなんだよね。1分半か、これ味方さすがにやられそうだな。風化してるな、あれは。またやる、よし、当てに行く。だだ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 、決着をつける。よし、飛ばしてきた。え、肩くだらん、やばい、危ない、焼けた、危ねえ、これだけは撃たせたらダメだ。お手調べや、よし、お手調べ、さすがにフルガー止めれんからな。ういー、ボボ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 ボ、こっち大丈夫、
やまあいいねーそこは。お手しなべだ。よいしょ。お手しなべだ。当てに行く。なんとか。よしあと五条先生ともう少し。当てに行く。よっしゃ、オッケー。あ、ワイオくん、嘘。なんで今の。俺はまだ。うわあ、あとちょいやったかー今の。いや、これやっぱ強いね、五条とは。ねえ、だいぶ少な。だいぶいい勝負できてたよ今。はい、というわけで今回ここまでにしましょうか。まあ、最後の試合ちょっとやっぱね、五条スクラのはやっぱコミュニケーション、あれ多分チームだろうね、固定だろうね、あのコミュニケーションあってて、やっぱ片方を見てないとダメっていう状況を作らされるとやっぱしんどいなって思うんですけど、まあ、もうちょっとやっぱね、カバーで火力取っていけば最後勝てたかなって感じの試合だったね。俺がもうちょっとやっぱね、俺がスクラを見てっていうのをしたかったね、もうちょっと。まあ、五条が絶対俺を襲ってくんだけどね。ね、ちょっとまだ連携不足でした今のは。はい、ということ。まあ、でもジョーゴ皆さん、結構やっぱパワーがあるっていうのが見てもらえたと思うんですけど、いかがでしたか。だいぶやっぱね、強いキャラクターだと思うので、カバー特化のキャラクターなので、もうカバー味方のことを見るのが好きって方はぜひとも使ってみてください。まあ、スクナに対してかなり強く出れます。おすすめです。はい、というわけで、今回ここまでにしましょうか。また次の動画でお会いしましょう。ダイタラでした。おつまよう。